皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いします。本日もデッドアイランドやっていこうと思います。前回からの続き、鍵を探すんだっけ、迷子、それとバンガローナンバー11からキーを回収する、とマギーを探す。マギー可愛いよね。はい、そのマギーじゃないって。うん、でね、ちょっとね、ケルさんとこれ誰かと協力してやった方がいいっすよって教えてもらった、言ってもらったんですけど、僕のフレンドでやってるやつがいない。一人でやるしかない。誰かいるね、声がする。室内には入れないんでしたっけ。あのプールの向こう側には完全にうろついてるやつが。でこのぜーぜー言ってるのどっから聞こえる。怖えよ。もうそこら中から聞こえるんだよね。ここでしょ、ここじゃないの。なんかいる、なんかいる。麺屋さん、ジョン、なんだ、いた。やんのかこら。まだ行ってないね。チェケラウィーウィー、もう一発。ID カード発見。まあそれはいいとして、俺の強い武器どこ行った。こいつに投げた俺の杖武器あった、スティック、これがいいんだよ。あれ、一撃やられた。飲みすぎ注意。んで一旦このゼーゼーする声がなくなるとちょっと安心。ちょっとクエスト見させて。ナンバー11からキーを回収する、完了。シナモイと話す。え、これは今のでもう完了でいいの。依頼者の下に完了って書いてあるよね。こっちは完了がないから、そこに誰かいる。ほら影が見える。やり、こいつはどうなってんだ。こんな雰囲気のある場所にゾンビがいてもしょうがないよね。あらあら。下着がセクシー。空っぽ。ん？どういうこと？あ、再生ストップ、それだけね。エアドリンク、アルコール。怖えな。傷んだハンマーはいらないです。30のものは今さらいらないよね。誰かいます。よし。なんかさね、遺体を蹴るっていうのはさ、なんかね、
異常者な感じがして自分で嫌なんだけど、でもなんか生きてるかどうか確認する術がないからしょうがないんですよ言い訳してるあたり。ちょっとこの辺なんか多いね、敵多いし強いし、なんかいきなり強くなってきたしやだな。あ、下にバック電話、お金、室内結構いろいろ拾えますね。いろいろ道具拾って栄養ドリンク、栄養ドリンク、これあれでしょ、プレイヤーさんいっぱいでガヤガヤやるために栄養ドリンクがここら辺に溢れてるわけでしょ。やっぱ一人でやるゲームじゃないんじゃないのこれみんなでガヤガヤやったら楽しそうだもんね。確かにね。いそう、まもう迷う、こういうとこ迷うんだって。おっと、いいものはないか。粗悪なバール、いらない。こっちはいけんの？あ、いける。落下ダメージとかあるんすかね。やばい？死んじゃう？行ったら。封鎖。あー、なるほどね。武器何持ってるかな。武器選択 R1、 スティック、バット、まあいいや、どっちでも。よいしょ。あ、飛び越えらんない。いけない。さっきのプールの奥の方に誰かゾンビが立ってて、あそこゾンビが立ってるってことは何かしらあるってことでいいのかな、アイテムがね。この部屋は6番。そういえば20番も見ろって言ってたよね。果てしなく番号が遠いから20番なんかないんじゃない、ここら辺には。6番でしょ。くたびれたハンマー、いや、いらねえな。武器には困らなさそうだよね、そこら中に落ちてるからね。波の音かよなんだよ、ゴーって変な化け物来たのかと思っちゃったよ。なんだろう。金だ、ベルト。電話、観光客の荷物みたいなね。これは開けられない。ここ8番、一部屋ずつ開けられてアイテムいろいろね、持ち逃げできたら、持ち逃げっていうか持ってくことができたら、いる、今度こそいる。これゲーミングヘッドホンあった方がいた、いいよね。どっから声がしてんのか分かんないんで、ほらいた、引っかかってるこいつ。うわお、おいおいおいぜぜ言いすぎだ。で、箱発見。ん、何、頼りないスティック。そのさ、前置きのやめて。スティックならスティックでいいけど、なんかさ、全知識みたいなのやめて。なんとかなスティックっていう、そのレパートリー多いよね。栄養ドリンク、そこら中に置いてあるね。
あとはないですか？ないです。端っこなのか。うん？声しないよね。9番、8番、20番なんか全然ないよ。そしたら10番、おそらく奥に進めに従って敵レベルが強くなるんじゃないですか。怪しい。このボックス、楽器の機材ね、ツアーとかで使うボックスだよねこれね。おっと、ラフパイプ、フェンスウッド、弱いやつばっかり。こっち側は結局何もな、あっと、これは開かないと。なんか隠れてそうな気がしたんだけどな、ここら辺。登る？帰り道長えぞ、こんなとこまで来ちゃったら。いる。あの距離から声がするんだ。できる限り武器使わないでキックで行った方が消耗はやっぱ少ないんですよね。こっち来い。ほら。ほら。もう一丁。今のは決まったぜ。もう一丁。まだいる？もう行った？若干動いてんだよピクピク。これでいい子？いけた？ちょっと待って、母言ってる、またちょ、母言ってる。どこにいる？母。と、ん？母、やんだ？いる。こっちにいる。どっちにいる？よっ、走って寄ってきてる感じがするんです。すげえ怖いんだよね。ゼハゼハ言って。でもいないんだよね。そこだ。12番。こいつ。そこに一人いる。まだやるってのか。水の中に入ったのやりにくいね。スーパーでも行ってこい。マグネット、股間にマグネットが入ってました。どんなおばちゃんだよ、股間にマグネット入れてるって。栄養ドリンク、ちょくちょくこれモンスターエナジー飲んどく。12番ってことは20番、ぼちぼち近くねえか。とは思うんだけど、完全に方向音痴の僕としてはいきなり白いドアって怖くね。いますな、そこに。そっか、マップ全然見てなかった。うわ、何なんだよ。え、どうした？違うよね、生きてないよね。あそこに一人、プールの中に一人いるのは分かってます。
そんな神よ。え、人間？テッド B。 妻も父も弟もクソって、お金代ができたら殺されろっていうのが、なぜ俺をそんな風に見るんだ。なんだってんだ、どうしようもなかった。そんな神よ。頼りないダイビングナイフ 40.6、 アイテム。この人助けて一緒に行けないんですかね。ブラッドバット、レンチ、どうしたものですかね。 38.1、 ナックル捨てよっか。すまない。お前にこのナックルをあげるな。これで戦え。どうしようもなかったな。そんな泣いてても何も始まらんぞ。これなんかマリオのジャンプしてる感じのポーズだよね。ブーンっていう。あっち行けって言ってる。ほっといてくれ。ほっといてくれ。わかった、じゃあほっとく。よし。すげえ冷て。え、もしかしてここ開きます？いるね。一発逆転だ。なんだこれは。関係ない。アルコール、栄養ドリンク、まあそれもいらん。栄養ドリンク、あ、飲んじゃった。下痢になっちゃうな、あまり飲みすぎる、飲みすぎるとな。これはスイッチか。うわー、やばいやつじゃんこれ。 R、 これ未だにやり方が分かってないんです俺。よし、やった。誰かいるんじゃないの。10ドル。いそうだね。いた。これでいいかな。ダメ押し。特に何もないよね、ここ来ても。なんかガチャガチャガチャってアクションがあったから、すげえいいのが。オリアンダーって何？コリアンダーの友達手に入るのかなと。おっと、ライフガードのカードキー。シナモイの元へ戻る。あ、これでやっとってこと？ナンバー11から木を回収する。シナモイと話す依頼者、シナモイの元へ戻る。あ、そういうことなんだ。完了。せっかくここ来たんで、マギーも探したいし、バンガローナンバー20ねえ、行きたいけどね。すまない。これなんだっけ。レベル3、サバイバル、1分ごとに体力が 10%。 なんか上げれる？もしかしてこれ。ダメージを受けると一定の確率でスタミナが回復するようになる。入手する現金が増加する。
より敵の注意を引き気づかれやすくなる。これいいのかこれはいいことなのか。あとコンバット、鈍器の扱いが上手くなり鈍器での攻撃に対して以下のボーナスが付与される。でフューリーを発動すると一撃必殺の破壊的なパンチが繰り出せるようになる。あ、どうしたものでしょう。鈍器の攻撃力とパワーが増加する。攻撃に対してか。これでも一番上のやつって基本的時効な感じがするから取っておきたいよね。どうなんでしょう、一つを攻めた方がいいのかな。一旦コンバットこれ取ってみましょうか。はい、鈍器の扱いが上手くなり鈍器での攻撃に対して以下のボーナスが付与されると。攻撃力プラス 5%、スタミナ消費量マイナス10、クリティカルヒットプラス1、頭部へのダメージプラス5。いきましょう。これまだゲットできないんでしょ。いけんの？ダメだよね。スキルってあ、ラッパーなんだ俺選んでんの。今さら気づくなよって。おう、どうしようもなかったな。まだ言ってんのかお前。一緒に来るなら来い。あっち行けって言ってる、ほっといてくれ。分かったよ、ほっとくよ。どうしようもねえやつだな。マップどうなってる？プレイヤーここで、クエストホルダーってなんだろう。ここどこ？シナモインがいる場所はここなんだ。だいぶ外れたね。ナンバーいくつってやっぱ出てほしいな。これじゃ分かんねえな、ナンバーいくつがどの部屋か。知らんよそんなことは。いいものはないか。25、まあお金は拾っといた方がいい。あれ、元の場所へ帰ってきちゃってる。誰かいる。ぐるーっと回り込んだんだねきっとね今ね。わかんねえ、ナンバー20の寄ってきてるこっちに。上にいたままもっと探りますかね。そんな、こっちじゃない、こっちかな。お、部屋がいっぱいある、こっちかな。プレート、ナンバー7。あれ、戻っちゃったの。ダメだ、俺方向音痴だから全然わかんないよこういうの。あ、そうだ、ゲットしたじゃんさっきこれ。とするとどこ行けばいい。やっぱり下降りんの。こっちからこう来てでしょ。ってことはここ、まあ、行くよ、待ってろよ。こっちかこっち、どっちからだよね。でさっきこっちに降りて、む、う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 、ぜーぜー言ってる。うい、
おいおいおい、もう一丁。おいおい。キック弱えけどさ、武器の消耗を阻止するにはキックが一番。誰かが俺の方に向かってきてるっぽい。開ける。12ドル。そこに一人。そこだ、いた。はい、プールに沈めてやるよ。泳ぎなさい。でもう一人。いやー、お互い食っちゃうのね。いや、気持ち悪いな本当に。まだいる、あそこにもいる。センターのあのやっぱりカウンターには前々回通りやっぱりいるよね、誰かね。はい、じゃあそっち突っ込む前に今日はここまでにしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルのご紹介です。僕のチャンネルは野外での撮影や乗り物に関する動画、僕のオリジナル曲を取り扱うケルチャンネル、室内での撮影で主に多種多様の商品紹介や DIY 生活のお役立ち情報をお届けするケルケルム、2014年4月から2016年12月までのゲーム実況動画約1000本のケルケルームゲームズゼロ、2017年1月よりスタートしたケルケルームゲームズファースト、そして任天堂メインのケルケルームゲームズ EX で構成されています。これらすべてのチャンネルへのリンクは動画解説欄に記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter へのリンク、個人用、動画専用のもございますので、よろしくお願いします。